験に落ちた。え？あ、大丈夫ですか？聞こえますか？救急車、救急車呼んでください。早く。原因は分かってる。あの日遅刻したからだ。俺受かったぜ。私も。仕方ない仕方ない仕方ない。おっ、あ、おはよう。飛行機のことやりとおりしたんだ。うん、近いから。マジで勉強教えてね。お兄ちゃん医者だからさ、俺のあたりマジで。そうなんだ。あいつ攻撃じゃん。本当だ。あいつ落ちた。成績一番だったのに。俺らと一緒じゃん。ガッサ。はい、じゃあ授業始めるよ。あいつ落ちた。成績一番だったのに。俺らと一緒じゃん。ガッサ。俺受かったぜ。私も。それから僕は予備校に通わなくなった。いやあれさ、もう俺大学入ったって感じしたのよ。じゃいや、こういう感じみたいな。さ、うん、ね、あの変な癖じゃんじゃん今日。あるわ。あれ俺マジできるよ。救急車、救急車呼んでください。早く。だって僕は押す。あれから全然予備校来ないし、連絡しても全然返信ないからさ、お姉さんはさすがに心配になったわけですよ。ごめん、ありがとう。まあ元気だぜよ少年。ほら、パチリでーす。そういえばお兄さん医者なんだっけ。うん。どこの大学行ったの。ああ、なんかルーマニアの大学。え、ルーマニア。うん。で、ヨーロッパの。うん。なんでわざわざルーマニアに。知らない。そうなんだ。会ってみる。え、どうも。すいません、わざわざありがとうございます。医者目指してるんだって。で、今浪人生。はい。お兄ちゃんルーマニアの大学行ったじゃん。なんでわざわざ海外の大学にしたの。なんでというか、そのわざわざっていう感覚がちょっと違うのかな。日本だけだよ、自国の医学部に行くのが当たり前だと考えているのは。そうなんですか。うん。テアモっていう留学事務局があって、僕はそこのサポートを受けてルーマニアの医学部に入ったんだ。向こうでは何するの？こっちとは何が違うの？東南アジアとかアフリカ諸国に医療ボランティアとして実習に行けたのが非常に良かった。しかもそれがタイに加算されるのはテアモだけだからね。へー。卒業して思ったことは、本当の意味で医者になれたような気がするってことかな。まあちょっと臭いけど。本当の意味で世界中の人を助ける医者になりたかったからね。日
日本で働くにしてもチョッパーが目標。わかるチョッパー。あのトニー、トニー。大丈夫ですか？聞こえますか？救急車、救急車呼んでください。早く。ありがとう。君はどうして医者になりたいの？僕はどうして医者になりたいの？僕は救急車、救急車呼んでください。早く。ありがとう。人の笑った顔が好きだからですかね。あの生活面とかは。授業料は日本の国立大程度だよ。テアも独自の奨学金制度もあるから生活面での支障は特になかったかな。ルーマニアは親日国だから歓迎もされたしね。そういえば変な時期に入学してなかった？10月だね。受験が7月。ちょうどいいです。僕はすぐにでも受けたいんで。どうして？人を助けた自分を後悔したくないから。いよいよだね。お姉さんは嬉しいよ。いろいろありがとう。顔つけ変わったね。新しい道を見つけたからね。てか一人で行くの？向こう着いてから大丈夫？あ、事務局スタッフさんが同行してくれるから大丈夫。あ、向こうでも専属のドライバーが来てアパートまで送ってくれるみたい。すごいね。あ、そろそろ行かないと。じゃあまた連絡するよ。うん。あ、ちょ、コウキこれ。大丈夫。はい、これ時間ないぞ。急げ急げ。大丈夫だから遅刻するよ。いいか。これで大丈夫。コウキはいいお医者さんになるよ。うん、なってくる。行ってきます。